様、おかえりなさい。ミルカもおかえりなさい。ル、そうなんですか。でも少し寄ってくださっただけでも嬉しいです。リジェルド、相変わらず君は冴えないな。ル、本当のこと言って何が悪い。だったらさっき弊社前にいらっしゃったぞ。いや、というよりは今日一日中弊社におられるようだが。日頃の行いが悪いからなのか。なんだ、君ってやつは参ったのじゃないだろう。なんで副長が誰かすらも知らないんだ。自分でちゃんと調べるだろ普通。こんなやつが僕と同じ騎士団に所属しているだなんて屈辱にも等しい。大体君はいつも自分が話している方を誰だと思っていたんだ。クレア・シェスター様だ。いつも君が慣れ慣れしく話しかけている女性だろ。気づきすらしていなかったようだな。心底から君という人間に呆れ果てたよ。まあいい、今日の僕は機嫌がいいからな。特別に君に親切にしてやったのだ。この恩を一生ありがたく思うがいい。
声の悪いやつだな、君ってやつは。ああ、いかんいかん。こんなやつに腹を立てていては、せっかくの私服が逃げ去ってしまう。聞いて驚け。ついさっき、僕は宮殿の回廊で陛下にお声をかけていただけたのだ。僕は陛下のあの麗しきお姿を拝見することができた上に、小鳥のさえずりにも似た美声を聞くことができたのだ。どうだ、羨ましいだろう。と足早に去られてしまったことが少し気がかりだった。何かお忙しい用事でもあったのだろうか。だが僕がこの上なく幸福であることに変わりはない。女神ロアフィーナに感謝を。見つかったも何も、私は弊社にずっといたが、私に何か用か。ずっと私を？団長からそう言われたのはいつだ。明日、西の空には何が見える？わけのわからない独り言。だいたいこんな時間になるまで私を探していたとはどういうことだ。さっき弊社内で会っただろう。大丈夫だ、お前の非常識さには少し慣れつつあるから。私も今まで言おうと思ってずっと機会を逃してきてしまったからな。そのことに関しては許そう。単に怒る気力が失せてきただけだ。何にしてもとりあえず宮殿の案内くらいはしてやる。早く来い。ところでアス、まさか今の時間まで私を探すことしかしていなかったのか。そうか、それでどうだった。何か成果はあったか。そうか、少しな。実はヴォルド軍が再び動きを見せているという噂を耳に挟んだんだ。あくまで噂だ、信憑性など何もない。このような時にそんな噂などありがちなものだ。警戒を怠らずにいれば向こうはきっと何もできないはずだ。おそらくはリタニア級、ミスラ級、第一庭園、第二庭園、聖堂と、こんなところだ。我が騎士団の警備箇所は、ちなみにここは第三回廊となる。ここをまっすぐ行けばすぐに謁見室だ。謁見室には騎士とはいえ無用な立ち入りを許されてはいない。よって不用意には近寄らないように。
一通りのものは。その前に、すでに心がどこかをさまよっているようだが。まったく。アス、ひざまずけ。早くひざまずくんだ。見回り、ご苦労様です。あなたは…何をやってる貴様は、陛下に向かって何という口を。そんな勝手な理屈がこんなところで通じるわけがないだろう。いい加減にしないと、そのうち不敬罪で牢に入れるぞ。貴様など誰が可愛いと思うか。何の話をしてる。何の。あの申し訳ありません。陛下の御前であるというのに。いえ、お気になさらず。それと、私はあまり気にしておりませんので、そんなに叱らないであげてください。ですが。少なくとも私に関してはそれほど気にする必要はありません。ですからお願いいたします。わかりました。陛下の寛大なお心に感謝いたします。私はこれで。はい、陛下の創建と強国の平和を心からお祈りいたしております。まったく。これが礼節というものだ。騎士となった以上はそんな言葉だけで済まされるものか。大体騎士としての実力を礼節もない男を誰が一人前の騎士と認める。事実だろう。せめて実力があれば多少礼儀がなくとも許されるかもしれないが、両方ともなければ怒りを買うか嘲笑われるだけだ。そのあたりもっとよく考えて行動しろ。小言だけで言っているわけじゃない。せっかく騎士になれたのに、そうやすやすとその位を失いたくはないだろう。お前の選択肢の中にもっと礼儀正しくするという選択はないのか。わからない男だ、本当に。しかし何にしても陛下にあまり無礼な態度を取らないようにな。陛下は以前お見かけした時より顔色が優れないようだった。だから私たちがこれ以上心労をかけるような真似などしては決してならない。しかし着任早々こんな事件に見舞われるだなんて、おかわいそうに。その心痛、私ごときには計り知れないものがある。もう夜だな。それは構わないが、しかし私が副長としろうがどうしようが、お前は本当に態度が変わらないな。まったく。とにかくもう遅いのだから、早めに団長のところに行くようにな。場所は。ならいいが、部屋のある場所は分かっているな。弊社の中だぞ。では私はこれで。明日入室するときはちゃんとノックをし、失礼のないようにするんだぞ。いいな。
で、はい。あ、ご苦労様。中に入っていいよ。どうした、アス。ずいぶん遅かったようだな。わからなかったって。確か君はクレアとよく話をしていたはずだが。知らなかったのか。もしかして気づきすらしなかったとか。まあいいよ、それぐらいは。でもこんなことならクレアって言えばよかったな。僕はてっきり副長と言った方が通りがいいと思っていたから。その顔が思い浮かぶようだな。でもとりあえずは無事に宮殿を案内してもらえたわけだね。ならよかった。今後は見回りを頼むことがあるかもしれないからよろしく。そうか。で、どうだった？それは仕方ない。まだ襲撃の傷跡は色濃く残っているのだから。ボルドに関して少し気になる噂を聞いたんだが、今のところは何もないようだな。なんとか噂だけで済んでほしいものだ。しかしボルドがまさかこういった形で出てくるとは思わなかったな。正直、まさかあのハルワタート川を越えてまで来るとは思わなかった。今は羽橋がかかっていないのだから渡ることは難しいはずなのに。それだけは感心するね。ただ相手がそんなことをやすやすと成し遂げるような連中なのだとしたらゾッとしないが。ん？また誰か来たみたいだ。